は純欲メイクを行っていきたいと思います。私 YouTube 初の中華メイクにチャレンジしていきたいと思います。今流行りの純欲メイクなんですが、純欲メイク何っていう方に向けてちょっと検索してみました。少女っぽいあどけない可愛さとツヤ感のある大人っぽい色気を兼ね備えたのが純欲メイクだそうです。私もね、中華メイクはインスタとかですごいたくさん見ていて、いろいろ勉強してきたので、今回はナインオリジナル純欲メイクを行っていきたいと思います。口中にナイン。まず日焼け止めなんですが、ブリーブリーコラーゲン酸セラムを使います。こちらは私が何回もご紹介させていただいている酸セラムなんですが、中華メイクって結構ねマットなお肌が多いなって思いました。でもちょっとツヤ感も欲しいから、こういう感じでね自然なツヤが出てくれるんですね。なのでちょっとこちらを塗っていきたいと思います。ベースはこちらセルフビューティートーンプレットティンテッドモイスチャライザーを使います。結構ねお肌がすごく白くて、なおかつ結構ピンクっぽいメイクなんですよ。だから結構ねピンクとかパープルの下地を使う方が多いと思うんですけど、これが結構ねお肌がトーンアップしてすごい透明感が出てくれるので、私はこちらを使っていきます。でちょっと差が出ないように首までこう塗っていきますね。こんな感じで一気にお肌がトーンアップしたかと思います。ちょっとお肌の油分をティッシュで軽く押さえていきます。ファンデーションはエスポアプロテーラービーベルベットカバークッションを使います。いろんなファンで使ったけど、これが一番中華系になると思うんですよ。私的にすごくねマットなお肌なんだけど、透明感があって、ほんと中国のドラマに出てきそうな女優さんの肌みたいになれるわけ。お肌も白くなって、これはね純欲メイクにぴったりなクッションファンデだと思います。ちょっと待って、コンシーラー忘れた。簡単にこうやって押さえてからコンシーラー使っていきたいと思います。コンシーラーはブリーブリーのコンシーラーを使っていきます。純欲メイクに関わらず、中華メイクってすごいねベースをしっかり作ってるんですよね。コンシーラーとかファンデーションめちゃくちゃ使います。色味が暗いところをコンシーラーで飛ばしてあげるようなイメージ、鼻の横と目の下のクマのところ、あとほうれい線のところにコンシーラーを入れていってこう叩いていきます。はい、こんな感じです。このエスポアがこういう感じです。本当に真っ白で中華肌にぴったりなお肌になります。こんな感じでちょっとマシュマロっぽい感じなんだけど、ツヤ感もいい感じに出てくれます。パウダーはローラメルシエのパウダーを使っていきます。中華メイクはかなりパウダーはしっかりめで、結構ねマットなお肌です。でツヤをこうハイライトとかで出していく感じになるので、結構ねパウダーはガッツリめにのせてる方が多いです。で結構ねブラシを使ってみんなのせてるかなってイメージです、中国の方は。なのでこういうフェイスブラシを使ってしっかりパウダーをこうやって取ってからのせていきます。ベースは結構ピンクっぽい感じにするので、お肌も結構透明感を出さないとなので、わざとお色味もちょっとピンク系のパウダーを選んでます。シェーディングはウェイクメイクを使っていきます。濃い色を取ってからこうちょっと小さくしていって、とこうのせて小顔効果を出します。あとフェイスラインに入れてちょっと顔をねなるべくシャープに見せてあげます。あとはこの頬骨が結構出てる人はここら辺もちょっと削ってあげます。ノーズシャドウはまず眉毛からこういう感じで入れていきます。こんな感じで眉毛から鼻の中心のちょっと手前ぐらいまで、で真ん中は特に入れないです。ここだけ、ここのところを入れて、鼻先をちょっとくの字になるような感じで入れます。こんな感じでクッ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 って、で残ったものでこういう感じでつなげていきます。後でハイライトも入れるので、一旦ここで眉毛を作ります。主に眉尻側の方を描いていく感じで、眉頭の方は抜け感を出すのであまりいじらないです。で結構ね眉毛は長めに作ってる方が多いかなって思います。でちょっと私も長めにしときます。ロム&のベターダンチークを使います。なんで先にチークかっていうと、これをちょっとまぶたにものせるからです。チークは私はね真ん中っていうよりちょっと離れた目尻寄りな、ここら辺に入れます。ここら辺に結構がっつりのせちゃいます。なんかアイシャドウとつながるような感じにしたいので、もう目のねギリギリのところまで入れちゃって OK。 結構ねこのチークの入れ方がね結構重要かなって思います。で残ったものをちょっとまぶたにもね軽く入れます。そうするとちょっと統一感が出るので、ちょっとつなげるような感じでこうやって入れてあげます。アイシャドウはロム&のベターダンパレット7番ベリーフューシャガーデンを使います。めちゃめちゃ汚くて申し訳ないんですが、これとこの色を混ぜて使っていきます。これをまぶた全体的にこう入れて、ちょっとね目尻側に伸ばすような感じで入れます。こういう感じで
ちょっとね伸ばし目にこうやって入れてあげるとさっきのチークとねちょうどこういい感じにねつながってくれるんですよ。純欲メイクはねそんなにこうグラデーションとか必要ないからアイメイクはね割と簡単かなって思います。で同じ色を下まぶたにも結構ねしっかりめに入れてあげます。がっつりがっつり入れてあげるような感じで、もうすでにちょっと中華っぽくない？クリオのアイライナーを使っていきます。ブラウンのペンシルライナーで粘膜を埋めてあげます。で結構ね目頭側はしっかりと引いてあげた方がいいから、こう引っ張ってあげると結構しっかりと描けます。で目尻は筆ペンを出してきてちょっとだけね跳ね上げてあげるの。決めてからチョンってラインを決めて、こんな感じであんまり下げない方がいいのでちょっと上げ気味で描いてあげます。そしたら涙袋なんですけど、アイブロウペンシルとかを持ってきて結構ね目頭側をメインに描いてあげます。ちょっと目がキュッと寄るような感じで、あんま目尻側はいじらないです。そしたらちょっと固めのコンシーラーを持ってきます。私はティルティルのコンシーラーを使います。これを綿棒にちょっと落としてからちょっと目頭側に入れて明るくしてあげる感じで、さらに目尻のところのこの端っこの三角ゾーンのところギリギリのところ、ちっちゃいブラシとかあればそれがいいかも。ちょっと私ないので指と綿棒で広げていきます。こうするとちょっとね目尻切開風になって目の横の幅がちょっとだけ広く見えます。ボビーブラウンリュクスアイシャドウリッチスパークル1番ムーンストーン、純欲メイクに欠かせないラメなんですけど、これがねかなり綺麗なラメになっています。まぶたの中央のところ一筋さってこうやって引いてあげるの、さっ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 て。このラメすごくない？一瞬で中華メイクになっちゃいます。これだけで目をパチパチさせた時にすごくね綺麗に見えます。お待ちかねのハイライトなんですけど、ハイライトは2つ使っていきます。ディオールバックステージフェイスグローパレットの1番、この白を使っていきます。まず鼻なんですけど、さっきのこの中央のところをちょっとだけこう明るさを出してあげます。こうちょっと明るさを出してあげて、あとここのところ、ここのところにちょっと乗せてあげて、あと鼻の先ここにちょっと乗せてあげます。全部にサッて引くんじゃなくて、こうポイントで入れることでスッと通った鼻に見せることができます。ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザーの3番パールグローを使っていきます。これをですね頬のこういうところにサッサッサッて、そうすると一瞬でこの純欲メイク風になるわけです。ここら辺に入れるとツヤンとねさせることができます。ブラシよりかは多分指で入れた方が結構しっかり乗るかも。見て見てこのツヤすごくない？ノーズシャドウ濃くなっちゃった。でまたボビーブラウンのラメを取ってきまして、目頭にちょっと入れてあげるんですね。目頭のちょっと離れたところ、ここに入れると一気に純欲メイクっぽくなります。ここら辺に必ずラメが入ってるので、このボビーブラウンのラメがすごくね綺麗なラメなんですよ。こんな感じでちょっとだけ入れて、さらにさっきのディオールをちょっと重ねることでもうちょっとねダイヤモンド感がプラスされるの。ほんのちょっとでいいから。でさらにこれこの白をねちょっとだけ、ほんとちょっとだけ乗せてあげるといい感じにこう固定されるので、これを涙袋にちょっとだけねスッ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 って入れてあげるの。そうすると一瞬でぷっくりするでしょ。もうちょっとハイライト足していいと思うから、これをね指で取って、中国メイクのハイライトは指で取った方がいいかも。ここら辺にちょっと光を足してあげます。ディオールのハイライトさすがだよね。ここにこうやってほらツヤンツヤンになる、ツヤンツヤンに。もう一回路面のチークを出してきて、顎先にちょっとこう入れてあげます。顎先とあと鼻、鼻先にちょっとこう入れるとちょっと中華っぽく純欲っぽくなります。そしたらマスカラ、メイベリンのマスカラを使っていきます。これ私日本に上陸する前に海外通販で買ったんだけど、今更ながら開封して、いやもう上陸したわって感じなんだけどさ、これめちゃくちゃ良かったの。すごいねまつげが綺麗に伸びるのよ。で結構純欲メイクはつけまを結構つけてるんだけど、私はちょっとつけまつけないタイプなので、一本一本丁寧に塗ってあげるような感じで使っていきます。やっぱボビーブラウンのラメめちゃくちゃ綺麗、一瞬で中華っぽくなる。あと下まつげも使います。このマスカラめちゃくちゃ気に入った、もっと早く使えばよかったって思った。ウォータープルーフなんだけどリムーバーで簡単に落ちるの。簡単に落ちないマスカラってうーみたいになるんだけど、これはね簡単に落ちてくれて、なおかつすごい綺麗なまつげになるから大好きなんだよね。ハートパーセントのリップライナーを使います。前に載せた動画があるんですけど、これでちょっと枠を取っていって、ちょっと口角を少しだけ上げて山を作って、ちょっとオーバーリップ目に作っていきます。同じくハートパーセントのリップ2番と5番を使います。ベースに2番を塗っていきます。指でちょっと
ょっとこうなじませてあげます。これがね結構潤い感があっていい感じなの。唇は結構ねプルンプルンな感じに仕上げるので、あんまりマットなリップは選ばないようにします。5番のお色味を、これがねレッドなので、これをちょっと重ねていきますね。ちょっとオーバーリップ目に使っていきます。でグロス、なんでもいいけど私はジバンシーのだいぶ昔に買ったグロスをのせていきます。結構ほんとプルンプルンな感じにしていきます。こんな感じで結構プルンとした感じの唇に仕上げていきます。口うにない。はい、ということで純欲メイク完成しました。私の初めての中華メイクだったんですが、いかがでしたでしょうか。ちょっとうまくいってない部分も多いかもしれないんですけど、お手柔らかに見ていただけたら嬉しいです。こういう動画見たいなとかあればリクエストどんどんお待ちしておりますので、ぜひコメントください。今年中にチャンネル登録者1万人を目標としています。ぜひまだの方はチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。クランプリンターベマンだよ。